ゆっくり霊夢と。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、大変、すごいことに気づいちゃった。どうした、そんなに鼻息荒くして。地図で日本をぼーっと見てたんだけどね、そしたら気づいたの、日本列島って U なんじゃない。は。よく見てよ、U の形してるでしょ。私たちは U に乗って生活してたんだね。いや、別に真新しい発見でもないし。え、奇出。つか日本列島は U じゃないし。知ってたわよ、どうせユーラシア大陸の一部だったのが、2000万年前に地殻が引き裂かれて離れていったとか言ってたんでしょ。そうだな、だが日本神話では神様が混ぜたり交わったりして誕生したって書かれているんだぜ。え、神様って誰？巫女だろって突っ込まれても知らないからな。しょうがない、今回は日本がどうやって作られたかの話と一緒に、制作者のイザナミとイザナギについて解説していこう。ゆっくりしていってね。日本神話に登場するイザナミとイザナギの誕生から、混じり合い混沌としていた天と地が分かれた後、七組十二柱の神様が誕生をした。イザナギとイザナミが生まれたのはその一番最後だ。いつ誰から生まれたの？具体的に紀元前何年とかわからないし、両親にあたる神様もいないな。自然発生したのかしら？イザナギの名前だが、古事記では、イザナギの御子と、日本書紀では、イザナギ神、と表記されている。名前の由来は諸説あって、江戸時代に古事記を注釈し国学者の元織宣長がまとめた、古事記伝、では、イザナ、は、誘う、から、木、は男性を意味していると解釈されているな。誘い男か。イザナミは、イザナミ神、または、イザナミ、って表記され、由来に関しては夫と同じく、誘う、と女性を意味する、み、だって説があるな。誘い女ってことか、似た者同士だね。二人は高天の原って呼ばれる神々が存在する天上の世界に住んでいた。一方、下界はというとまだ生まれたてのせいか、海の上をドロドロふわふわなクラゲのようなものが漂っている状態で固まっていなかったんだ。それじゃ誰も住めないわね。そこで高天の原の神々は雨のぬぼこを授け、二人に下界を想像するよう命じた。ここから日本列島が誕生する、国海、が始まったんだ。でもここでどうやって作れと？二人は高天の原と地上との間にある天の浮き橋に立つと、海に天沼鉾を突き立ててかき混ぜ始めたんだ。鉾を引き上げた時、鉾から落ちたひとしずくのしずくが、小野五郎島、になった。この島が一番最初に生まれた島だな。二人は天界から小野五郎島に降り立ち、太い柱を立てると宮殿を建てた。新居だね。ああ、ここで新生活を始めた二人は、互いの体に興味を持ち始める。ちょっと、何始める気？イザナギはイザナミにこう聞いた。あなたの体はどうなっているんだい？私の体は完成しているけども、足らない部分があるのよ。と答えるイザナミ。イザナギは、俺の体も完成しているけど、一箇所だけ余ってしまった部分があるんだ。あなたの足らない部分に俺の余った部分を差し込み国を生むってのはどうだい？と提案した。ぼんやりとした会話をしてるけど、どの部分かは明らかだね。さあ、何のことだか。こうして二人は結婚の儀式を始める。まずは島に降り立った時に立てた柱をイザナギは左回りに、イザナミは右回りに回り、出会ったところでお互いの魅力を褒め合うんだ。変わった方法だね。この時はイザナミの方から、なんて素晴らしい男だ、って褒め、次にイザナギが、素晴らしい女性だ、って褒め、二人は交わった。これが日本初のプロポーズだし、結ばれた二人は日本初の夫婦になったぜ。結婚おめでとう、でもご祝儀払えないから式には呼ばないで。こうして夫婦になった二人の間に、ヒルコ、って子供ができた。だがヒルコは体がうまく出来上がらなかったから、足船に乗せられ流されてしまう。かわいそうに。その後、淡島、って子供が生まれるがやはり体に不具合があったようだ。二人続けて丈夫な子が生まれなかった夫婦は高天の原に戻り神々に相談することにした。何が原因かわかったの？神々が言うには、柱を回った時にイザナミの方から褒めたのが良くなかったようだ。そこで二人は小野五郎島に戻り、結婚の儀式をやり直すことにする。次はうまくいったかしら？ああ、今度はイザナギの方から褒めたら丈夫な子供が生まれたぜ。この時に生まれたのは八つの島、総称、大谷島の国、だ。子供なのか島なのかよくわからないけど、とにかく生まれたのは島なのね。順に挙げると、淡路のほのさわけの島、淡路島のことだ。伊予の二名の島、四国だな。沖の三つ子島、沖の島だ。つくしの島、つまりは九州だ。ついで壱岐島、対馬、佐渡島を生む。そして本州の大山と豊秋津島が生まれた。おおよそ日本列島だね。さらに次の島も生んだ。吉備の小島、小豆島、大島、姫島、鹿の島、双子の島の6つだ。子沢山だね。
こうしてイザナギとイザナミが日本の島々を生んだエピソードを、国海、って呼ぶんだ。はじめの矛で混ぜてどうこうって設定はどこ行っちゃったのかしら。続いて二人が行ったのは、神海、だ。ここで生まれたのは石、土、風、海、山などなど、神羅万象にまつわる神々だな。かなりの数がいて、全部の名前を列挙すると大変だから割愛させてもらうぜ。どうせ聞いても覚えられないしおけ。ただ一柱だけ名前を挙げよう。火の神、火の神、土の神、この神様を生んだ時に大事故が起きてしまったんだ。何が起きた？火の神だけに、出産したイザナミが大やけどを負ってしまったんだ。さっき言ってた足らない部分がやけどしちゃったんだろうね。この時、やけどで苦しむイザナミの吐砂物などからも神様が生まれているぜ。その神様は自分の出生について聞きたくないだろうね。そしてイザナミのやけどは治ることなく、亡くなってしまったんだ。稲崎は妻の遺体を出雲の国と放棄の国の境にある、火場山に葬ったそうだ。そして自らの子供とはいえ妻を殺した株土を許すことはできず、その首を跳ねてしまうイザナギだった。この時にも流れた血から、死んだ株土の体からも神様が生まれているな。意外と簡単に生まれるよね、神様って。復讐を果たしたイザナギだが、まだ妻を失った悲しみは言えない。そこで妻を取り戻すため死者が住む黄泉の国に行くことにしたんだ。生き返らせようとしたんだね。暗闇に包まれる洞窟にあるよもつひら坂を下っていくイザナギの前に、黄泉の国の扉が現れた。閉ざされた扉の前でイザナギは、帰ってきてくれ。ってイザナミに呼びかけると、扉の向こうからこう返事が返ってきたんだ。どうしてもっと早く来てくれなかったんですか。私は黄泉の国の食べ物を食べてしまったから、地上には戻れません。お腹空いてたんだろうね。それでも諦めきれないイザナギが必死に説得すると、わかりました。黄泉の国の神様に頼んでみますから、決して中を覗かずにお待ちください。イザナギは言われた通りに待つことにした。きっと覗かせようと何かがいろいろと仕掛けてくるわね。もう大丈夫、って言ったり。ジョジョの奇妙な冒険第4部の振り向いてはいけない小道みたいなことは起きない。イザナギはいくら待っても出てこないイザナミに痺れを切らし、扉を開けてしまったんだ。開けちゃったか。中は暗くて見えない。イザナギは髪に刺していた櫛の刃を一本折ると火を灯すと、薄く明かりが照らされる。目を凝らしたイザナギは見てはいけないものを見てしまった。なになに？そこには鎖掛け氏がたかり、恐ろしい雷神がまとわりつく、愛する妻の変わり果てた姿があったんだ。姿を見られてしまったイザナミは、覗かないでって言ったのに、あなたは私に恥をかかせましたね。と、髪を逆立て怒り狂った。日本初の夫婦喧嘩だね。イザナギは醜い姿の妻に恐怖し思わず逃げ出してしまうが、怒髪天なイザナミは黄泉の国の衆女や雷神たちと一緒に追いかけた。怖っ。必死に走るイザナギだったがこのままでは追いつかれてしまう。そこで髪に結んでいた飾りを放り投げた。地に落ちた飾りからは、たちまちのブドウの木が育つと、多くの実がなったんだ。のブドウの実を前に仕込めたちは立ち止まり食べ始めた。なんかかわいい。この隙にイザナギはよもつひら坂を駆け抜けるが、また仕込めたちは追いかけてきた。次にイザナギは髪の櫛を投げた。今度は櫛からタケノコが生え、また仕込めたちは立ち止まり食べ始めたんだ。茹でたり焼いたりして食べた方が美味しいと思うよ。だが再び追ってくる仕込めたち。ようやく出口にたどり着いたイザナギは生えていた桃の木から実をもぎ取り、追っ手に投げつけたんだ。桃の魔除けの効果で仕込めたちは逃げ出し、イザナギは洞窟の入り口を大きな岩で塞ぎ、無事に逃げを失せた。よかったわね。ほっとするイザナギは、岩の向こうから話すかつて愛したイザナミの声を聞いた。あなたの国の人間を毎日千人ずつ殺すことにしたわ。イザナギはこう返した。だったら俺はこの国に毎日1500人の人間が生まれるようにする。このやりとりが、人間の生と死の始まりなんだぜ。って、いつの間に人間が誕生してたの？日本神話で書かれてないからわからないが、いつの間にか存在したようだな。妻と別れ戻ったイザナギは黄泉の国の汚れを清めるために、水でみそぎを行った。すると左目からはアマテラス大神、右目からつくよみの御事、鼻からスサノオの御事が誕生した。子供たちは、三騎士、と呼ばれイザナギの後を継ぎ国を治める神々となった。それじゃ引退したの？ああ、イザナミに会いたいとダダをこねるスサノオを追放した後、淡路の、隠れ宮、に静かに隠れたそうだぜ。これで日本神話に残るイザナミとイザナギのお話は以上だ。島とか神様とかの親だし、日本初の夫婦だし、人の生死の起源でもあるんだね。まあ伝説でしかないんだろうけど。そうは言っても、今の話に登場した場所が実在するのかどうか知りたくないか。あるの？雫が落ちてできた島が。初めてできた島、小野殺島だな。
古くからオノコロ島が伝説の中にしかない島なのか、それとも実在する島なのかいくつもの説があるんだ。実在する説を見るとまたいくつもの島の候補もある。どこかしら？例えば兵庫県の淡路島がその一つだ。それを主張するかのように、淡路島にはオノコロ島神社があるんだ。さらにイザナギやイザナミが祀られているイザナギ神宮もある。この神社の本殿の下にイザナギが葬られた古墳があると伝えられているぜ。本物なのかしらね。淡路島の北端にある岩楠神社。この神社には二人の間に最初に生まれたヒルコが祀られているそうだ。でも、確かオノコロ島が誕生した後に、淡路島ってできなかったっけ？そうなんだよな、その辺の解釈が難しいよな。もう一つの候補は、淡路島から南西に約 4.6km 離れた場所に位置する沼島だ。マガタマの形をしているのが特徴だな。マガタマって言われるとそれっぽいわよね。島の岩礁には神立神岩と呼ばれる変わった形の岩がある。この岩こそ二人が結婚する時に回った柱だと言われているぜ。淡路島にもあったが、沼島にも小野頃神社があるな。どっちが本物なんだろうね。今挙げた二つの島以外にも、淡路島から約 30km 西に位置する播磨灘の伊江島も小野頃島の候補に名乗りを挙げているぜ。伝説しか情報がないから、決めるのが難しいわよね。実は古事記の中で仁徳天皇が詠んだ歌の中にも小野頃島が登場しているんだ。仁徳天皇が黒姫って浮気相手を思って淡路島で詠んだ歌なんだけど、そこから小野頃島が見えるって呼んでいるんだ。だったら淡路島ではないわけだね。ってことになるよな。さらにイザナギとイザナミの二人目のこの淡島も見えると言っているんだ。浮気相手にのぼせて幻覚でも見ちゃったのかしら。かもしれないし、あったのかもしれない。真相は定かじゃないな。さて、これにて日本を作ったイザナギとイザナミの解説は以上だぜ。日本って神様が何かを混ぜてこぼれ落ちた一滴から始まったんだね。あくまで神話の上ではな。でも大陸から分離してって話よりも、こっちの方が面白いわ。ああ、神話として面白がれば良いとも思うぜ。そうね、とりあえず、今晩の夕飯はお好み焼きに決めた。私も混ぜて垂らして、日本列島を作ってみるわ。それじゃ、ご視聴ありがとうございました。